どのあたりでその監督がカードを切ってくるのか、そういったところも見どころですね。そうですね。今後半が始まりました。 J リーグディビジョン1第10節、名古屋グランパス対清水エスパルスの一戦です。大前をかわして山本とマッチアップ、シュート、グラウンダー、緩いボールになりました。藤本が打っていきました。今日は古巣清水との対決です。さあ今度は清水、左サイド、高木、スピードを見せる、ゴール前、シュート、グラウンダー、シュートの打ち合いという、そうですね、様相になってきました。このところのイメージが多分強いんだと思うんですよね。ヘディングでフリーでシュートを打ったり、永井選手とがゴール前に走って、まあ、シュートまでいけなかったんですけども、はい、チャンスになりかけた部分があると思うんです。さあ永井だ、エレン入っている、はい、わー、このクロス合いません。最後小川と玉田が走り込んで小川を狙っていきました。今みたいな感じでね、小川選手が入ってくると本当にチャンスになりますよね。はい、もう少し高かったですけどもね。さあ勝ち越しのチャンスを迎えています名古屋グランパス。ニアサイドヘディングでクリア、永井がボールを止めた、シュート、グラウンダーのボール、ここは山本雅樹体を張って抑えました。ちょっと前がかりに、そうですね、前でプレッシャーかけれるようになってきましたよね。はい、清水、大前からボールが入る、枝村を狙っていきました。高木、右で大前が手を上げる、グラウンダー縦に1本パスを通してアレックス、そして大前、うまくつないできました。清水エスパルス、センタリング入ってファーサイド流れて、ボレー打っていった、押し込めた、クリアします。今の接戦はもう息を呑む接戦。いや今ね、アレックス選手ですから、ね、はい、難しい体勢でダイレクトでよくシュート打ちましたよね。このこぼれだと思うんですけども、でそれが本当に枠飛んでたんですよね。ここはボールポスト跳ね返りました。藤本がフリーです。さあその藤本、前を向いたグラウンダー、サントス深いところ、つながらない。シュートの選択肢もあったと思うんですけどもね。小原さん、清水ベンチが動きそうです。はい、高原が呼ばれています。ここで高原がスタンバイをしているという情報。ここもまた若いパワーを使ってきます。名古屋フランパス。さあその名古屋が相手陣内を展開する。浜田が反転して、このパスがつながるか。中村から中に入れてくる。さあ長井がフリー、シュート、ディフェンダー当たっています。いや今味方に当たりましたね。味方に当たりました。はい、浜田に当たりましたか。はい、さあ今度は清水です。左サイド太田が上がる、そして高木、中に大前と伊藤翔、伊藤ボレー。さあここは跳ね返していくサントス、前を見た小川、左にサントス、そしてサントス空いたスペース、中に小川がいます。小川どうだ、ここはキーパー山本が早かった。アイデアは面白いんですけどね、ちょっとボールのスピードが速かったですよね。1枚になってるパターンが多いんですよね。あそこでもうちょっと逆サイドのウイングの選手が入ってこれると、数的面白いと思うんですけどね。さあシュートにいった、おこれはいいシュートになった。最後は楢崎が弾きました。この高木、左からのミドルシュートも一つ持ち味です。どうご覧になりますかこのシュート。いや、いいシュートだと思いますね。さあここで高原が入りました。今シーズン地元清水に帰ってきた高原です。
った高原が選んだチームをエスパルスを選んだ理由にも多分そういうのもあると思うんですよね。さあ高木が前を向いて中央を切り込んでくる。またシュートか。キープして左中に伊藤とアレックス、そして大前が手を上げる。グラウンダー蹴っていった。高原がシュートに来ました。あ、向こうサイド玉田と太田です。あ、ここで抜け出した田中、そして橋本吊るして小川シュート、キーパー弾いた、なんとか弾きました。今のはもったいなかったですね。最後ちょっとボールコントロールしたのが足元に入ってしまいましたよね、キーパー正面でした、はい、その分ボールを浮かすという選択しか残ってなかったような感じですよね、さあコーナーです。名古屋ショートコーナーを選んでいきました。シュート打った小川、足を入れていきます。大前です。もう一度コーナーキックです。どういうボールを使ってくるか。グラウンダーできました。サントスに返して抜かせてくる。増川か、後ろからジオタンダでした。この辺りもちょっとこう頭脳プレーを使ってきますね。そうですね、アイデアは面白いと思いますね、なかなかボールを入れられない清水。大前パスをつないで高木、胸でワントラップ、反転してアレックス、左に振って太田、さあどうする、中に入れてきたアレックス、ボレーシュート、楢崎正面でした。今のは危なかったですよね、さあここです。太田からのクロス、フリーで打ってきました。そうですね、はい、2列目のアレックス選手だったりね、高木選手っていうところのマークがねやっぱずれるんですよね、名古屋の方は。小原さん、ここでグランパス選手の交代があります、はい、29番の久保が入ります。10番の小川と交代です。小川に変えてフォワードの久保、これが J リーグ初出場となる試合です。この前の ACL 公衆緑場戦では最後 PK を誘いました。さあセットプレーチャンスを迎える清水、グラウンダーでいった大前、さあここはグランパスがボールをキープする。サントス、さあ橋本、長井が走る、中尾、玉田が奥に走る、いやちょっと時間がかかりましたね。最後クロスをブロックされました。はい、残り時間が少なくなってきています。1対1の同点。ここはショートを使っていきました。27番花井、サントス、クバ、もう一度サントス、クロスが入ってくる、ファーサイドボレーシュート、玉田、ちょっとここはミスキックとミートしませんでした。はい、そうですね、フリーになったんですけどね、はい、ちょっときちんと足に当たらなかったですよね。少なくなってきています。次にゴールを割るのはどちらのチームになるのか。高原、田中、早馬と高原はマッチアップ。太田です。あ、ここは切り込んできてシュートか、シュートに来ました。ゴールを越えていきます。リズムに乗りたいというところです。長いボール、長いです。長いからパス、玉田、左に橋本がフリーです。橋本割ったシュート、左足を振り抜いていきました。さあ残り時間が少なくなってきています。長い、玉田、長いも走って前線に抜けようというところ。さあ中村もう一つ作ってくるか。名古屋グランパス、シュート、ミドルシュート、いいシュートですけどね、キーパー弾きました。中村直しにはあのミドルシュートがあります、はい、さあ今度は清水、左サイド高木、
中には伊藤翔、さあアディショナルタイムの3分を過ぎています。長いボール、これがラストプレーか。ここで試合終了です。名古屋対清水、1対1のドローに終わっています。両チームとも1点ずつ。藤川さん、はい、この試合振り返ってみていかがですか。そうですね、はい、最後のシュートのところの決定力というかですね、その形がなかなか両チームともうまく作れなかったかなという気がしますね。清水は左サイド高木から、そして名古屋は永井になんとかつないで、はい、両チームいいチャンスは作れたんですが、はいはい、最後の決定力、まあそういうところがやはり点を取れて長いという結果になってしまいましたよね。でした、今日の清水エスパルスの試合を、振り返っていただいて、監督はどのようにお考えでしょうか。 Regarding the contents of the game, I think that we were very close to win, but finally we played draw. I think it's a good result. Very competitive, hard game.そうですね、まあ、本当にあの勝ちを狙いに行きましたけど、もう少しで勝てるところが、まあ、ドローで落ち着きました、まあ、それに値するあのプレーをしたと思いますけれども、結果はそういうふうになりましたよね。今日も若い選手が何人か出てて、監督としてはそういう選手に自信がをつけてプレーしてもらえれば、また選手力もアップできてチーム力もアップできるという狙いがあったと思うんですけども、若い選手にはどのようなことを期待していますか。 So how do you expect for young playersI give them chance to play, but I'm expecting to see good game, good play. I think it's a good experience for them, definitely. But they need, of course, more experience. まあもちろんあのチャンスを与えて彼らにもあのプレーさせましたけれども、もう経験にこれはなったと思いますし、もちろんこれからもいろんな経験が多分必要だと思ってますよ。いや若手には。今後また ACL と並行でリーグ戦も戦ってハードな日程になると思いますけれども、まあ。怪我人も多くいて大変難しいチーム事情だと思いますけれども、今後怪我人が戻ってきた時に、やはり去年のフォーメーションに戻すのか、またこの今年の今のやり方を続けるのか、今どのようにお考えでしょうか。 Tomorrow we have a nice trip、but we have to adapt on the schedule, so I hope that the injury players will come back soon, and we play good today, I think. So it was very good pace, many chances, but unfortunately we didn't score. So we will have a time to think about the situation, about our players, conditions of our players.そうですね、まあ、明日はまた ACL のために出発しなきゃいけないんですけれども、ただ我々は本当に今日はよくやった方だと思いますよ。いいペースを握ってましたし、ただまあいろいろ考え事もありますしね、我々のチームを構築するためにはもっとどんどんやっていかなきゃいけない、やらなきゃいけない部分もありますし、まあ、ただ今日は本当によくやったと思いますよ、総じて。はい、ありがとうございました。サンキュー。